ビースト村山プロデュースの最高級プロテインがついに登場しました。最高品質のホエイとカゼインを使ったタイムリリースタイプ、味はグッドマイリッチストロベリー。筋肉をつけたあなたは資産概要欄からぜひご購入ください。こんにちは、ビースト村山です。今回のテーマはガリガリに痩せている人がトップビルダーのようにでかい筋肉をつける方法とはです。どうぞよろしくお願いします。はい、今回のテーマなんですけれども、ご質問いただいた内容にお答えしていきたいと思います。この方はですね、自分がガリガリな体質、外排用タイプとか、あとハードゲイナーと言われる体質ですね、そういった状態なんですけれども、どうやったらでかいですね筋肉の鎧をまとえるようになるかということでですね、今回ご質問いただきました。で、以前ですね、違うビデオでも私お話ししていたんですけれども、ガリガリ体質の人ってなんかこう筋肉をつけることを若干諦めている感じもあるんですよね。で、実際は全然そんなことなくて、私自身はですね、太りやすい体質なんですよ。で、太りやすい体質の人ってやっぱ絞るのすごく大変で、同じような体質の人は皆さんすごく苦労されていると思うんですよね。いわゆるダイエットや減量ですね、こういったものに苦労されていると思います。で、それと逆でガリガリ体質の人っていうのは、なんていうんですかね、私たちと本当逆で常に腹筋割れていたりとかしますよね。なんか思い返すと、なんか小学校の時とか、プールの時間にですね、別にそんな運動をしてるわけじゃないんですけども、腹筋が割れているみたいな、そういう男子っていたんですけども、そんな感じ、もうずっとそのまま来ているような感じなんですよね。ただその人たちの悩みっていうのは、なかなか筋肉が分厚くならない、太い筋肉にならないっていうことをすごく悩まれるんですよね。で、私自身はすごく太りやすい体質なんですけども、なんか太りやすい体質の人って筋肉つきやすいイメージありません？ありますよね。ただ私自身は、遺伝子検査キット、今田中マー君がやってるやつですよね。私は1年ぐらい前にですね、このビデオも撮ってるんですけども、その時お話ししたんですけども、実はですね、筋肉つきづらい体質っていうのが、遺伝子検査キット上出てるわけなんですよね。だからもう体質的には本当最悪で、脂肪はつきやすくて筋肉はつきづらいっていう、何なんだろうっていう体質を持って私は生まれ持ってしまったんですけども、そんな私でもですね、周りの人からですね、すごいごついと言われるぐらい、ちょっと見えるかな、こんな感じで筋肉をつけることができているんですよね。で、実は私が何が言いたいかっていうと、こんな私よりもですね、実はガリガリ体質の人の方が筋肉つきやすい人多いっていうですね、結果が出てるんですよね。で、どういうことだよと、全然つかねえよと思ってる方もいると思うんですけども、例えばですよ、格闘家の、空手家の方ですね、聖堂会館にいた角田信明選手なんかはもともとすごくガリガリだったんですよね。多分コンプレックスもあったと思うんですけども、今はボディービル大会も出るぐらいすごいマッチョになっていられますね。格闘家時代からすごい筋肉ありますね。あとはですね、例えばボディービル世界チャンピオンの鈴木雅史さんっていらっしゃるんですけども、以前ですねお話をお伺いしたところ、どんなに体重増えても腹筋割れていなかったことはないっていうふうにお話をされていたんですよね。で、もともとはやっぱ体重も60キロなかったんじゃないかな、高校生の時に。すごく軽かったっていうことなんですけども、今は80キロ以上あってバリバリ絞れてる、本当に日本が誇る世界トップビルダーになっていらっしゃいます。で、じゃあどうやったらそういうふうに筋肉をつけられるかっていうことなんですけども、まず最初にですね、絶対やっていただきたいのはしっかりとですね、食べるということなんですよ。いやいやいやと、僕って結構食べてますとっていう方もですね、いらっしゃると思います。大体ですね、一般的に言う男性の平均的なですね、1日の摂取カロリー量っていうのが2300〜2500ぐらいって言われてるんですよね。で、私ぐらいの体格になると例えば3000〜3500とか言われるんですけども、ガリガリ体質の人はですね、やっぱりもしガリガリだとしても、3500以上は絶対必要だと思います。で、3500でもダメだったらやっぱり4000〜4500ぐらい取らないとダメなんですよ。で、なんでかっていうとですね、取らないとダメって今言いましたけど、逆に言うと取れば筋肉つくんですよ。しかも脂肪が乗らずに筋肉つくんです。ただそのためにはやっぱり食事を取らなくてはいけないんですよね。で、食事の内容も決してジャンクばっかりではなくて、まずベースですよ。ベースとしてはやっぱりタンパク質量、これはできれば体重かける2倍とかではなくて、もう3倍4倍取ってほしいですよね。3倍4倍取っていただいて、炭水化物もですね、本当に1日そうですね、ご飯でいったらもう2キロとかですね、1.5キロとか、クリーンなやつだけいったらそういうふうに食べれると、本当は理想です。そういった感じで必要最低限のまずタンパク質と炭水化物を取ったら、あとはちょっとジャンクでも構わないんですよ。
なぜなら私と違って太りづらい体質だから脂肪がつきづらい、太りづらいっていうよりも脂肪がつきづらい体質なので、まあ、ジャンク食べてもいいです。ですので本当3500からまず4000キロカロリーですね、目安にちょっと頑張ってですね食事をとってみてください。まあ、例えばカーボドリンクなんか使ってもいいですし、ドーナツやケーキ食べても構いませんし、アイスクリーム食べても全然 OK です。たださっき言ったように体重かける3倍以上のタンパク質は必ず摂取して、純粋な炭水化物もとってください。でちなみにですね、先ほど言った世界チャンピオン鈴木雅也さんなんかは6000キロカロリーを切るともう体重がどんどん落ちちゃうらしいです。もうすごい体質ですよね、羨ましいです本当に。私自身なんかはやっぱ太りづらいじゃなくて太りやすい体質ですので、やっぱりですね食べると太っちゃうんですよ。もうそれが変な話2500キロカロリーくらい取ったとして、本来だったら私体重落ちてもいいはずなんですけども、全然今回落ちなかったんですよね。やっぱりもっと削らないと体質的にはカロリーをですね結構削らないと落ちない、まあ仕方ないですね、これは私が生まれ持った体質なんでなんですけども、幸いにもですねガリガリ体質の人っていうのはそうではないんですよ。でいざですよ、そのぐらい実際毎日食べ続けることができたらものすごい体のサイズもでかくなって筋肉もついて、じゃあしかもですね絞ろうと思った時にすぐ絞れるんですよ。もうこんないいことないですよね。だから実際ですね、私の体質っていうのはまあパワーリフティングとかウェイトリフティングってもしかしたらちょっと向いてるかもしれませんね。ただガリガリ体質の人っていうのは本当にボディービルとか今でいうベストボディとかフィジーカーとかね、そういったコンテストに出る部類の人にすごく向いてたりします。だからまず大事なのは本当に食べること、そして食べることができた上でちゃんとしたトレーニングですね。もうトレーニングも適当なんて絶対ダメですよ。もうしっかり集中してフォームも作って、まあ、最初はね重い重量は扱えないかもしれないんですけれども、少しずつ頑張って重い重量を扱っていけば、まあ、必ずいい体、でかい筋肉の鎧をまとうことができますので、ぜひですね決して諦めないで、しっかり食べてトレーニングしてですね筋肉の鎧を作っていただければと思います。いやもう本当に私からしたらないものねだりなんですけどね、すごく羨ましい限りでございます。まあ本当にこういう悩みの方って大変多いと思うんですけれども、ぜひですね体質は違うんですが一緒に頑張っていければと思います。まあ、今回はこんな感じになります。またですね何かご質問等ございましたらぜひですねメッセージなり、まあ、インスタグラムもそうですし Facebook、 あとはまあこう YouTube のコメントだったりそういったものにですねぜひご連絡をください。私の動画ではこういったトレーニング栄養知識サプリメント情報などを公開しております。もしですねこの動画面白いと思ったり、もっと違う動画見てみたいと思う方はですね、ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。今回もありがとうございました。